こんにちは、サトルです。本日 You are an idiot、 こいつを再現したものを作ってみました。ブラクラで知られるこのウイルス、どういう風に再現されるのか皆さんに見せていきたいと思います。本日ブラクラで知られる You are an idiot、 こいつのウイルスまがいのものを作ってみたので皆さんに見せていきたいと思います。では起動しましょう。やばい音が。これ一個一個ウィンドウです。ほらやばいっしょ。これウィンドウ40個までしか起動してないんですけど、まあそれでもすごく多く見えますね。100にしたら多分パソコン死にますね。やばい。でこの辺右クリックして全てのウィンドウを閉じるってやったら、はい、スッキリ消えました。まあこの程度です。面白いな、作ってて笑っちゃったよ。ということでいかがでしたか。やばいですね。面白いです。笑っちゃいますね。本日の動画が良かったなと思ったら、Twitter でシェアをしてください。では、動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。